NBA オープン戦、プレシーズンゲーム、プルズ121、124グリズリーズ、12日、日本時間13日、米イリノイ州シ,シカゴ、ユナイテッドセンターグリズリーズのキャンプに参加している河村祐希、23、がオープン戦3試合連続出場を果たした。第1クォーター、9、から途中出場すると、約23分間で2得点。 8アシストをマークした。得点はフリースローの2本で、フィールドゴールでの得点は10日の放熱戦に続いてなかった。第1球から司令塔の位置に入った。これまでの2試合では第4球から約9分間の出場だったが、この日は早々の出番となった。残り5分30分からコートに立ち、 残り46秒ではノールックパスでゴール下でフリーの味方の得点を生み出した。第2球以降も各球で途中出場からプレイタイムを増やした。要所で得点を演出した一方で、シュートは全5本の3点シュートを外した。最終第4球残りわずかのフリースロー2本は決めたが、フィールドゴールではフリーから決めきれない場面があるなど、 課題が残る結果となった。チームとはエグジビット10契約を結んでいる。NBA で定められている契約の一つで、最低年俸、無保証だが、クラブはシーズン開幕前、NBA と下部組織の G リーグチームを一定期間行き来できる 2way 契約に切り替えられる。出場機会が増えたが、次の保証はないサバイバル。 レギュラーシーズンの開幕までアピールを続ける。